コインがいけんね。2300万人。ああ、ほら、やっぱりあれだけ人気。ああ、傘じゃないな。うん、赤いベルトだ。ベルトっていうかラインだな。こっからだ。ね、まだあれだ。立ち回るんだけど。だからみんな年寄りになったからさ、回らないんじゃないの？全然。これでも満開。綺麗で。いい色だ。あの色。赤い帯だ。傘の方が似てないね。赤い帯にガイドされて。これでもいいけど、これ LED だからって言ったって、これだけこうやればもうそこそこだよ。まあ LED ができてよかったよな。誰が最初考えてるのね、あれ。あら、ここちょっと、ああ、こうやると近くに来るとあれだ、途切れてるみたいな見える、うん、ここもそうなんだ。ダイオードが光るなんて誰が考えたんだろうね。エミッターが、ああまあそこそこ右から行く、はい、右ま回って、まあ、でも建物がどう回ったら一番効率がいいのか、回りながらこうだよね、うん、ああまあまあ咲いたね、押さえてる、1週間、ああほら屋根なんてもう満開的になって、本当だ、全然だったよ。やっぱ向こうの橋が見えるのか。こっちだと橋が見えないんだな。向こうからのが正解だったか。まあ、なるほど。やっぱりこっちはダメなんだ。ああ、まだだね、ここは。まだというかさ、ちょっともうダメになったのもあるんだよね。傘。向こうの橋の向こうから見るのが正解なんだよね。帰るとこ。そうか、タイトルいいか、ね、まだやっぱり全然あれだね。あ、本当だね。三島傘、まあ、昔は傘は三島のあれだったのにな。これが鶴岡八幡、まあ、あ、ほんとだ、屋根赤く咲いてるじゃん、結構、うん、だからさ、これってさ、ほら、お月さんちょっとダメになっちゃったんだよね。そうだね、結構入り替えたけどね。立つね、ここにこれだけだからね、立つ、立たね、立たね。じゃあいいや、だってもうちょっといいのにないけど、これを見よう、ここだけじゃん、あっちはもうないじゃん、うん、ここだけだよ。うまくなっちゃった。昔は菊人形だったけどな、三島はお人形やってたんだよ。武者、武者の格好したりとかさ、マーガレットっぽい、綺麗だね。初物がいいな。果物もいいだけど。細いな、果物ってんだよな。厚いのは。これは県外。ああ、これも咲いたね。うん、県外咲いたじゃねえの。あの時全然だったもん。うん。県外が綺麗だよな。これとこれが。大型県外、これはまだ全然咲いてない。
ぐーっと行って持ってこわ回って持ってくる。だから全然ね風が少ないんだよね。本当だ。これはね、これは鉢物だね。もうね、こんな太くなるんだよ。こんな太くなるね、幹が。ね、すごいね、金なんだもんな。60円運営委員会会長。会長ですよ。委員会がなんだ、60円の。これも会長賞だ。2席だって。盆栽、岩付きだって。環境大臣だよ。すごいね。これはなんで？わかんねえ。なんで実績じゃねえ？なんかでもさ、いくつもあるってどういうこと？あ、これが一番偉いんじゃねえの？修例会ってな、主席だもん。これだよ。ほら、スーッとまっすぐだもん。ね。もうこれもそうだけどさ、すごいね。枝ぶりがもうスッ、すっきりだよ。三島、これ教育。そう。傘みたい。あ、これすげえじゃん。で、違いなので。こんな小さくても花咲くんだろうな。そうだよ。すげえな。俺は聞くとは思えないな。これ菊の花に見えねえわ。これは果物だね。だるま作り。こっちは厚物だ。こんなでっか。色がいいのかね。誰の声だもんね。ちょっと半分しおてる感じ。でも今のはすごいキープしてた。まだこれからだもんね。果物がいいな。果物はこれは何だ。全日本は何なんだ。はい、そう。これはでかっ。立派だね、花が。これだけ大きくなる。これ市長賞、うん、これだけ花大きくするね、大変だよ。これは果物だね。すごいね、大きいね、立派だね。まあ、きれいな。ほとんど室伏さんちゃんとほとんどそうだよ。あっちも通る。あっちもあった。だからさ、もういないんだよ。この人は栗田さんで違うよ。あ、栗田さんだって。室伏さんだから、宮城さんとかさ。すごいね。これの方がいい。こういうもんだ。ザル菊みたいな。うん。あ、これも室伏さん。小田原の大学と同じだ。これ綺麗だね。
修理会のすごいね、いっぱいじゃん。でも、あっちにないのかな、ね、今度こっちこう村が見てないじゃん。これで一周回れるじゃん。こっちを見ないんだ。電脳のやつ、ほら、田形農業でもやってるんだ。うん、結構上手にやるじゃん。デザインか。ほら。なんか撮ってないの。くれないら、こういうのは。ねえ、立派じゃん。まだやったばっかりだな。そうだね。向きが悪いよ。ザリ肉も花小さいな。ちょっとまださ。うん。これからだな、学生だから。ここはまだみんな花が小さいね。これからだね。これシュリーなの。小さい。シュリー。こういうシュリー。これかわいいんだよ、これ。ねえ、聞く。これ聞くかい、これでも。ねえ。服には重いな。でもほら、こうなるんだよ。すごい綺麗じゃん。これなんかもうアザミみたいだろ。聞くというよりもアザミだよな。うん、紅花、ああいう。ここは富士地区だ。地味。あ、富士地区。栗田さんって富士の人なんだね。宮代さんってのはどこ？焼津って書いてあるあれ。焼津？ん、何図？沼図じゃない。沼図か、沼か。なんで焼津からわざわざそうや、そうだ、いろいろなところでやってるわやってるわな。だったら静岡やるよな、浅間大社で。朝のとこかな。骨も咲き始めて、いいね、咲いてて、ちょうどこれさ、枯れてるみたいなのがあるからさ、満開にはね。だから入れ替えてはいるんだよ、結構。いや、これ入れ替えないんだよ、もうみんな縛ってるんだもん。で、下のなんか入れ替えてたよ、この間。いやいやいや、下は入れ替えられるけど、これはね、もう縛ってるんだよ、このまちょうど月が出ていいな。やってたもん。ちょうどいいじゃん。こんないっぱい縛ってるんだからさ、取れないって。あの星はなんて星なんだろうね。トルコの大きいみたいだね。あのほら、今年天気が悪いからさ、ゴミが咲いてるの。ダメだったんじゃないの。で、あのハイツなんてさ、上から見れる。上から見れるよ、いながらにして、うん、一番長ハイツの人はいいね。見えるかな。見えるだ。いや、見えるけどさ、大雑把に。うまいんだ。あ、これちゃんとほら、携帯置けるようになってるんだね。立てて、ここで通りってわけだ。感動です。あ、桜は残ってんだ。ちょびちょび。そうだよ。あっちなんてもっとあるかもしれない。ここが一番いいところなんだな。正面だ。
へー、傘もあって、屋根の上があれね、咲いてよかった。咲いてよかったね。